で本当に20年間、しかも私は今尾道にいますので、桜井さんは広島にいらっしゃるんですよね、うん、で広島とのぞみの会、広島とのぞみの会尾道と両方拠点に置いて、うん、で県下とあと県外も含めて500人ぐらいの、ね、仲間がいるので、うん、すごい勉強会とか講演会とかお花見会とか、うん、そういうのをもう毎月のように、あとミニ霊会とかですね、うん、やってるんですよ。なるほどね。だから規模が違いますね。診療時間以外はほとんどこのがん患者支援、あとでも飲みますけど、うん、リレーフォーライフとかね、がん患者大集会とか、はい、そういったこともやってるので、はい、もう寝る暇もない、うん、もう5時間ぐらいしか寝てないから、あららら、毎日ですか？大体そんな感じですね。あら、まあそれはでもそういった活動を通して、自分自身が生かされて、うん、なおかつこうどういうのかな、医者としても、うん、まあちょっとはまともな医者になれたかなとかですね、ま、ちょっとはまとも、ちょっとはね、いやそれってでもがん患者の立場から見るとやっぱすごいことだと思いますね。どうしてもね、先生と患者の立場分かってもらってないよなっていう気がしちゃうんですけど ね医者と患者の間の深い溝が ね、あるかもしれませんよね。そこをね少しでも埋められるかもしれない、うん、それをするのが私のね、うん、役目かなと思って、うん、これが使命だと思ってすごいやってます。ずっともう先生輝いてますよ、もう本当もう大変それでは私の、はい、でムーラさんの方もねぜひお話をね、はい、聞かせていただきたいですね。はい、私ももうまた言うのみたいになっちゃってるんですけれども、私はもう本当にどうしてっていうぐらいその希少がんで少ないんですね。なんたって顔のど真ん中だったわけですよ。ここちょうど眉間というところですね。それでまあ手術は本当にだからもうそれこそ昔は言わなかったっていうあれなんでしょうけど、割とすんなりと先生がおっしゃってくださったので。だから何年前ですか？17年前です、ね、だから私これの蘇ったことをリライフって言ってるんですけど、だからちょうど先生はリライフ年齢で言うとやっと20歳になったところですね、で私はもうセブンティーンですから、ちょっと若いですね。ちょっと若いですよ今日はこういう若い2人で、あ違うか、それ気持ちね、気持ちがね、はい、それで行きたいと思って言ってるんですけどね、はい、それでまあ私ともかくここがなくなっちゃうっていうか、ここだって言われた時にやっぱりね、もうこれで終わりかなって思いました。このですよね。だってね、顔を手術するなんて、はい、でも今パッと見ね全然綺麗で、何もどこがね手術したって分かんないぐらいですけどね。あ、まあ、今はねもう一生懸命書いてますけど、本当はこう手術した時はこの横、鼻の横も切りましたのでね、まずこの傷がもう真っ赤なこう残ってますし、女性として大変なことですよね。もう大変です。もう先生にはもうぜひね、またお嫁に行くんで、ここだけは傷しないでくださいっていろいろ頼んで、先生がここ3時間ぐらいもかかって縫ってくれたんですけど ね、ありがとうございました。はい、それとかまああまり普段公表してないんですが、今日はいやいやこっちに公表すると、ね、先生にだけちょっとだけ、はい、ここ歯どうなったかな、はい、ですね、私ここのおでこが、だからもうこの髪型しかできないんですよ。ここにものすごい傷があるんですよね。似合ってますから今、はい、もうね前の毛を下ろすとやっぱりこっちも降りてきちゃうんですね。おかっぱしか髪型がないなということで、まあ、これでずっと行こうかと、はい、おかっぱのおばあちゃんで行こうかなと思うんですけど、いえいえいえ、本当にねここって私もちょっと勉強しましたけど、頭蓋骨ってこのおでこは衝撃を食い止めるっていうことで2枚ですね。そうですね、間に空気がね、そうですね、はい、先生、はい、私もそんなこと、前頭道という空気があるんですよ、うん、今日はお医者様とお話ししてますので話がスイスイといきますですね。はい、そうなんですよ、2枚。それで私ここの一番鼻の奥に、がんができたものですから、まあ、先生はですね、私は築地のがんセンターだったんですけど、その先生はやっぱり鼻の奥でもしかその転移をしてるとすると脳に入っていっちゃう。脳ですね。そうですね、はいはい、それで5つぐらい選択肢があったんです。もともかく何にもしないで帰るっていうのもありました、うん、
それからあとはもう手術しない放射線、それから抗がん剤、それからここだけ鼻の横だけを切って開けて中を取る、うん、それから先生のおすすめは、まあ、頭も全部開けてちょうどリンゴの芯をくり抜くようなことで全部カパッとこう取ってしまうのが一番、まあ、生存率ですから。ドキッとしましたけどね、その言葉、うん、生存率から言うとそれが高いので先生はそれをおすすめすると、うん、で結局、はい、誰のことって思いましたけど、それで先生がせっかく手術したのにあと脳に行ったらねっていうことだったので、もうはい分かりましたっていうことで、でそのためにはもう頭を開けました。だからここもなんかもうボコボコなんですけど、それでスポッと開けまして、あの脳みそをこうお豆腐のようにヒューっていって先生がね結構 にごやかにお話ししてくれたんですよ。脳みそをこう下げまして、ちょうど私のこの鼻の奥に当たる頭蓋底のそこに当たるところをスポッとこう取ると、このぐらいの穴を開ける、うん、それをこの2枚の脳を1枚剥がしましてですね、はい、瞬時に同じものを作ってそこをポッと埋める、うん、すごいですよね。すごいです。一緒の私でもすごいなと思いますねそれは、うん、もうなんかえマジックみたいな感じですけど、うんうん、もう本当にはって聞いてるしかないので、でもそのおかげでこの17年間こうしてお元気にね、はい、来ました。だからやっぱりね、まあ言われた通りっていうのはないですけど、自分で決めてよしこれやるって言ったらもうやりましたからね。だからもうつるになりまして全部やりましたし、まあそんなこんなでいろいろやっているという。でまあ私はもともとちょっと歌も歌ったりしてまして、お上手ですよね。歌手です歌手です、ね、歌手をまあ若い時に、17今17歳なんですけど、あの19歳の時にちょっと数がありません、合いませんけどね、はい、あのちょっとビクターからデビューなんかしてたものですから、すごい、はい、そのまんま。でもねここがなくなった時にはもう歌は歌えないって思ったんですよ。うん、そう思っちゃいますよね。もうあの今ここ空洞ですからすっぽり。でも今となってはすごいそこにエコーが効いてあごめんなさい、はい、すいません。その通り、もう個人的にエコーがずっとってそういうわけじゃないんですけど、やっぱりちょっと鼻声がきついなって初めはね思ったんです自分で。それで特にこの耳がねやっぱり他の自分の声がすごく鼻声に聞こえたのでと思ったら、でも人間ってすごいですね、こうそれでもこう負けないでこう訓練してやってたら、ねうん、歌えるようになったんですよ。すごいですよね。そこまで来るまでがね大変だったと思いますね。それでまあ今歌って、まあ、この喋るのはもともとが生まれた時からよく喋ってるので、うん、ね先生ご一緒ですか。そうかもしれませんね。あそうですね、はい、はい、ですので、まあ、ずっとこの喋る司会もさせていただいてと、ね、いうことで、まあ、この17年間あじゃあ10年間はすごい私の人生の中でおとなしい時期だったんですよ。やっぱりやっぱりがんになったために、はい、再発とかなんかって分かりませんよね、うん、その10年が大丈夫だったらって、うん、 ね、 そうですよね、心配です。何があっても ね、 ね、まあ、再発かとかですね思いますもんね。思いますよね。一応10年経った時に全部振ってそれが普通ですよね。そうですよね、はい、いくら、はい、飛んでるおばさんでもね、なかなか皆さんそうですよ本当に、ね、なかなか立ち直らない方もたくさんいらっしゃいますし ね、 そうですね、はい、ということで今日は飛んでるおばさん2人あれおばさんになったりお嬢さんになったりいろいろですね。はい、はい、ではちょっとこの辺でお時間を見てみましょうか。ちょうどいいじゃないですかって今日はダブってたんですね、そういえばね、はい、それではですね今日は先生に資料を持ってきていただいてるんですよね。まずなあの支援機構って先ほどから NPO 法人がん患者団体支援機構っていう話を散々しておりますけれども、はい、まずその支援機構っていうのはどういう団体なのかっていうご紹介を理事長からお願いできますか。はいはい、で私はそのいろんな顔を持っていまして、その、はい、のぞみの会の会長でもありますけども、うん、実はこの今の NPO 法人がん患者団体支援機構の理事長でもあります。はい、そうです。でこのがん患者団体支援機構って何ぞやっていうことなんですけども、うん、実はね遡りまして、はい、2005年から始まっています。2005年、はい、2005年にがん患者大集会というのが開催されました。でそれは、大阪の NHK ホールなんですけども、ですからもう、8年も前ですかね。そうですね、はい、5年だとちょうど当時のことなんですけど、がん難民という言葉がありました。でがんになって自分のところでなかなか
治療ができない、はい、どうしたらいいだろうかというので、うん、全国ね右往左往あっちこっちねさまようという意味でがん難民という言葉がありましたけども、うん、はい、でそんな、がん難民そんながん難民という言葉をなくしたい、そして、うん、がん患者さんがもっときちっと治療を受けられるように、うん、そして行政とかにもちゃんと対策をね、うん、してほしいということで、うん、それで、2005年の5月に第1回がん患者大集会が大阪で開かれたんですよね、はい、そのこれネーミングそのまんまですごいですよね。ですよね、大集会って大集会ですよね、がん患者が大集会で、がん患者が主催するこんな、うん、まあ大会というのはまあ初めてのことだったので、ないでしょうね、はい、で当時全国から北海道から沖縄まで、全国から本当2000人近くの方が大阪に集まって、NHK ホールの大きい会場もいっぱいになり、はい、で別会場でその放送を見るような形になるぐらいすごい大盛会ですね、はい、たくさんの方がやっぱりそれだけ皆さん困ってらして悩んでらして、もうわらをもすがる思いでこのがん患者大集会に参集されたんですよね。なるほどね。で私もその時大阪の会場に行きまして、会場でまあ、患者の立場で意見も言わせてもらったんですけども、うん、でそこがもう始まりなんですよね、はあ、でそのがん患者大集会っていうのを、続けていくためには、やっぱりそれをサポートする支持母体というのがいるということで、そうですよね、はい、それでその年の暮れにですね、うんうん、この NPO 法人、あその時はまだ NPO ではなかったんですけども、がん患者団体支援機構というのを立ち上げました、で初代の理事長は今はもう亡くなられましたけども、うん、大阪の医者で、うん、三浦昭一先生という方が理事長になられまして、で私もぜひまあ理事に入ってほしいということで、うん、第1回の最初の時からの理事を務めているわけですね、うん、それでこのがん患者団体支援機構が主催して、第2回3回というふうに毎年、毎年なさる、はい、そうですね、がん患者大集会を開催して、うん、今年はまあ第9回のがん患者大集会を ね開催するように至っているんですけども、はい、まあ、じゃあその今年のはね、はい、また後で後々ほど で詳しくお話ししたいと思います。それでそういったがん患者大集会というのが、うん、まあ、一つの大きな柱としてですね、うん、でその他にもやはりいろんな活動をしていまして、うん、で支援活動ですね、がん患者さん、はい、家族への支援活動の一つとして相談事業というのもしています。このこともねまた詳しくお話ししたいと思うんですけども、ね、先ほど私が言いましたけども、同じ病院 の、 看護師さんが、ね、うん、私を励ましに来てくれたって言いましたけど、うん、それがまさにピアサポートなんですけども、そういったピアサポート事業というのも展開しています。あ、これですね、こう今 こっちが出てますね。あ、そうですね、はい、また後で、詳しく述べましょうかね、これがもう7か8回まで で、はい、私そういえばこれを見て思ったんですけど、はいはい、多分私支援機構大集会伺ったのこの6回ですかね。そうです、東京医科歯、確かその時会場から発言してくださいましたよね。私すごく印象深く聞いて、そうですか、はいはい、そうなんですね、はい、あの時にも発言されましたよね、はい、喋っちゃいましたね、はい、それが1回目で、そうなんです、で、はい、この次2回目で、はい、でその次の7回の時には司会、いや司会は8回ですか、いきなり、あ、そうですね、8回、この8回の時には司会をさせていただいたんですよ。え、7回じゃないですか。7回は、あら2回目、2回目も去年もしたので8ですよね。8でしたか、はい、あ、そうでしたか、あちらからいくらなんでもいきなり会場から司会ってちょっとずうずしくないですかみたいな、あれでしたか、ね、そうみたいですね、そうですね、はい、はい、ね、ということでさせていただいて、だからすごくもうこの大集会は私は思い入れが深くて、で私はだからいつも浜中先生がさっそうと出てらして、はい、わー若い理事長がやってらっしゃるんだと思って、若い、うん、そうそうですか、さっきねなんかちょっとね、はいはい、まあ、いい、私の方が村さんより多いんですよね実はちょっとだけ、はい、はい、まあいいですか、はい、ということもありまして、はい、今日はこの横に座らせていただいて本当にこんなお話しして夢のようでございますけどね、はい、はい、でその、まあ、
眼科に大集会と、はい、であとそのピアサポート事業というのをですね、ええ、あの武蔵野赤十字病院とか都立駒込病院とか、はい、あと東京医科歯科大とかですね、そういったところで、ピアサポート事業とあとピアサロンですね、はい、そういったこともやっています。それまた後で詳しく言う方がいいですか。はい、はい、で先生先ほどじゃあ、はい、あの個人的なのはのぞみの会、個人的と言いますか、はい、のぞみの会と、個人的でも個人的って言っておかしいですかね、先生がお作りになった患者会、あそうですね、まあのぞみの会ですね、はい、そうですね、はい、お忙しいですね、ですけど、そうですね、だからもう、24時間のうちあの診療時間以外はほとんどボランティア活動ですね、はあ、はい、で寝る時間はまあ5時間ぐらい、5時間ぐらい、はいはい、うん、その後でなんか私の話がなかなかちょっとまだ、まだありますね、はい、あの、はい、その支援機構の、ね、話を、はい、あのしたいんですけども、はい、それで、この第1回の時にですね、あの眼科で大集会をして、その三浦正一先生がね、あの理事長になられたんですけども、はいはい、うん、実はあの先生も、確か肝臓がんだったと思うんですけども、それであのその年明けてですね、実はあの、うん、お亡くなりになられまして、そうですか、はい、でその後を継いで、あの作家のね俵萌子さん、あ、はいはいはい、が、あの理事長になられました、はい、でも俵萌子さんも、そうです、数年前に、ね、亡くなられたんですけども、亡くなりましたね、で、第3回の時は、うん、広島で開催いたしまして、で地元ですね、はい、地元で、それで私があの実行委員長になりまして、はい、であのその時もあの全国各地の方が集まってこられまして、本当にあの北海道から沖縄まで広島に集まってくださいまして、で2000人近くの方が会場、すごいですね、はい、でその時はあのやっぱりあの眼科医さんの、あの、心のケアですね、だからがんになっても心も体も、はい、あの痛みがない状態にしてほしいということで、緩和ケアの推進をね、はい、あのしました、はい、でそれでそれから以後あの行政の方にも厚生省の方にも緩和ケアを推進してほしいということで要望を出しまして、でだからあのそれから以後ね、あの、ドクターに対しても、緩和ケアの勉強をしてほしいとかですね、はいはい、研修をしてほしいとか、はい、でがんを扱う病院にはですね、緩和ケア病棟とか、あるいは緩和ケアチームですね、を作ってほしいとか、でそういったことを要望しましたので、あのそれで随分ね、あのそういったことが推進したと思います。もうあの今緩和ケア、緩和っていう言葉はねすごくあのポピュラーに聞ける、まあ、普通にね、普通になってきましたよね、でその間に、それがまあ2007年のことなので、その間にあの2006年にですね、はい、あのがん対策基本法ができましたのでね、あ、はいはい、そうですね、でそのがん対策基本法が、まあ、できるこの下地になったのが、やっぱりがん科で大集会をして、であのそういった声をですね、あの行政に届けたのがやっぱり一つの大きな、ね、力になったと思いますよね、はい、それはでもすごいことですよね。それまではねやっぱり、あのがん患者さんが声を上げていくっていうのはあまりなかったですよね、はいはい、でやっぱり、まあ、お医者様とかいう感じでね、はい、もうでもう絶対様がつきます、言われる通りに、はい、はいはいというような感じでね、はい、で自分がこうしたい、ああしたいとかですね、そういったことをなかなか、まあ、要望できないようなあのことがありましたよね。でもこのがん対策基本法で、そのがん患者の、まあ、権利といいますかね、やっぱりあの患者がこうしてほしいということをやっぱりちゃんと訴えなのですね、それでやっぱりあの道がねつながったかなと思いますね。いやもうおっしゃる通りだと思います、ね、すごいですね。そしてしかも、それについて今度はあのがん対策推進計画というのをね、あの各県にそれが義務付けられて、各県ごとにそのがん対策についてですね、やはり推進していかなきゃいけないということでしましたので、ですから
第4回がん患者大集会の時には、ね、あの考えよう私の町のがん医療ということ で自分たちの町で身近なところできちっと治療ができるように、うん、で各都道府県にもそれをつないで、うん、そしてあの各県ごとのがん対策の推進をきちっとしてほしいということで、うん、あのしたんですよね。でもそれすごい大切ですよね。ですよね。だからがん難民にならないようにってことはやっぱり身近なところできちっとした治療が受けられるっていうことですよね。もう体力的にも辛くなってその遠くまで行かなきゃならないっていうのもすごい負担だと思うんですよね、はいはい、だからそれも本当にもう今おそらく各県でもがん対策課っていうのがね、昔はがん対策課とかね健康推進課とかね、はいはいはい、なかなかそういうのなかったですよね、であのそういうことがきちっとできるようになって、ですごいあの積極的に取り組んでますよね。そういうことの、まあ、推進力にもそれがつながっていったと思いますよ。なるほど、ね、でその時もだから、広島の方でも、あの各県の、あのがん対策 あの担当の方に集まっていただいてプレイベントをして、であのいろいろとお話を伺うと、まだまだあの地域格差っていうのがね、はいはい、ありまして、地域格差っていうのも有名な言葉です、ですよね、でがんの近典化、がん治療の近典化っていうのがね、はい、あの調べてみたらまだまだあの、だったんですよね。でそれでやはりもう各県がそれぞれきちっと対応対策ねしてほしいということでより進めていきましたね。で、うん、奥が深いですね。それで、まだまだね本当にいろんなテーマで取り組んだんですけども、で第5回もあの変えていきます、見届けます、私の町のがん医療ということ で全国の、ね、18会場をつないで、そういうのもしたんですよ。ユーストリームでしたっけ。その時は、ね、テレビ会議システムということで、テレビ会議システム、各地のあのがんセンターを結んだテレビ会議システム、はい、それあのがんセンターにそういうのがあの設置されまして、あそうなんですか、はい、あのがん対策 あのがん対策基本法にのっとった予算がついてですね、それがそれをきっかけに設置されてたんですよ。でそれを結んであのテレビ中継ねしました。そして、第6回の時にはがんでも自分らしく生きるね、で心のサポート、はい、それとあとがんとお金ってことでね、はい、やはり経済的な問題も見落とせないの で、で大変なこと、治療を受けたくても受けられないとかですね、そうなりますよ、はい、本当に私たちの仲間でもあのもう治療やめますとかですね、あの処方箋もらったけど薬をもらいませんでしたとかですね、そういった方もねたくさんおられましたよ。そ大問題ですよね。でどのようにしたらいいかとかですね、はい、でこの時から第6回の時からこのユーストリームでねインターネット中継をして、うん、そうそうそうでした、はい、で全国から集まらなくても、それこそご自宅ででもね、で見れますよ、自宅でもこのよう今の形ででもね、はいはい、あのできるように、いながらでこの内容が聞けるようにということ で、 そうです、ね、はい、インターネット中継が始まったんですよね、はい、ああそうかそうか、はい、それで第7回は、はい、やはりあの新しい薬とかですね、で、あのあそうそう新薬の新薬の開発の試験の話ですよね、はい、試験とかですね、臨床試験の話とか、はい、であとあのドラッグラグと言いましてね、はい、外国で認められている薬が日本では認められな い、 れない、でこれをやはりもっと早くがん患者さんのために使えるようにしてほしいとかです ね、うん、そうですね、そういった話をしましたね。そうですね、覚えてます、覚えてます、はい、そして、昨年の第8回の時にはがんでも自分らしく我が家で過ごす、うん、そうですね、はい、あのがんになって自分の家に帰りたい、でも帰ったらどうしたらいいかわからない、うん、 そうですよね、そのためにはどうしたらいいかというので、あの日本医師会の、ね、副会長の先生にも来ていただいたりして、うん、そうでした、はい、でどうしたらそういうがん患者さんの、ね、うん、家で過ごしたいという、ね、希望が叶えられるかというので、ね、お話ししてきました、うん、そうですね、で今年についてはまた後で話をしますかね、まあ、あの今ね本当にあのがん予備軍っていうと怒られますけどね、今2人に1人っていうね、なんかもう定説みたいになっちゃってますけど、だからあの本当にご自分のことと思って聞いていただきたいと思うんですよね。そうですね、一言ではないですよね。そうなんですよ、はい、私たちだってもう全然一言だったのに、ある日突然
本人になっちゃったわけですから ね、こういうことって誰にも起きるわけですしね、はい、それで今そのがん患者団体支援機構の中には、うん、あの団体会員の方がね、うん、全国、まあ北海道から九州までありまして、はい、大体今40団体ぐらい、40団体ぐらい、あと個人会員の方もいらっしゃるんですけどもね、うんうんうん、で、はいはい、田村さんはだからあれですか、はい、九州 の方のまた見てる、あまたやっちゃって私ですね、はい、あのここから上のがん患者会ってねなくはないと思うんです。ですけどやっぱりすごく少ないですし、あのネットでねちょっと調べたらそのヒットしたのが、九州大学病院の中にあります笑顔の会という会なんですね。それでそこに入りました時に、ただね あらポスターかなんかあったんですけどね、でもきっとここじゃあれでしょうね、こんなこんなみたいな、こんなみたいな、あら、ね、はい、こ、あ、こんなこんな、なんちゃったって見えないですよ、ともかく笑顔の会ですからね、いいですよ ね、名前がっていうことで、ここにちょっと読んでみるかな、読んでみてもらいます、はい、私たちは笑顔をなくしませんでした。がんは私たちからいろんなものを奪っていきました。でも私たちが新しく手に入れたものがあります。それは同じ経験をしたたくさんの仲間たち。私だけがと悩まないでください。私たちはここであなたを待っています。すごいいいですね。ちゃんと読めた、読めた、うん、最初にねこれをネットで見つけた時に本当にねもう溢れちゃったんです ですね。これはやっぱり、うん、私なんかもう本当に元気おばさんでずっと来ましたのに、この涙は何だろうなって思った時に、あ、これは患者会っていうもののすごい力だなってです、ね、そこで思いましたね、うん、それでもうすっかりここでお世話になりまして会員になりまして、うん、もういろんな方々、それでまあ、この間のリレーフォーライフで今私たち一生懸命やってますけど、そこにもいらしてくださった清水さんですとかね、あ言っちゃった、ナイキさんですとかね、あ言っちゃったでもみんなね今日見てくれてるっていうことで、待ってて、荒木さん、あまた言っちゃったみたいな感じなんですけど、皆さんで本当に、ね、多くの方の会員に、ね、なっていただいて、それで、本当にみんなで応援しながら頑張っていくっていう、そうですね、ことをやりたいと思います。この笑顔の会さんっていうのはだから全国組織ってことになるんですか？そうしたいんです。ですけど、まあ、ここが本私たちが支部でもないですね、まだ何しろね会員が少ないものですから、実際に患者さんが少ないですね。そうです、希少がんですよね。希少がんですね、うん、だから今日、まあ、これで見ていただいて、うん、舌がんですとか要するにここから上は全部あれなので、まあ、こんな変な私みたいないるなと思って入会していただければぜひご一緒に楽しくいきたいなと思います。私はね乳がんの、ね、会ですけど、乳がんの会って本当にたくさんあるんですよね、うん、で患者さんが多いからやっぱりこの、多数派になっちゃうんですけど、そうですね、でもその笑顔の会さんのようにね、うん、希少のね、はい、希少がんの方周りに同じがんの方がいらっしゃらないので、いないんですよ、おそらく一人でね不安を抱えて、はい、で悩んでらっしゃる方も多いと思うのでね、はい、ぜひこのことを知っていただいて、この笑顔が、ね、待ってますっていうね会に ね、アクセス、ね、してもらえたらいいなと思いますね、はい、私のホームページにいらしていただいてももうここ分かると思いますしね、ご連絡いただければ、あいい締まり方になりましたけれども、ということでですね、今ここから10分間ちょっと休憩をさせていただいて、今度はですね、スカイプを、はい、何でしょうか、2時まで、あ、ごめんなさいね、手作りですね、あちらからお声をいただきまして、2時までお休みをいただきまして、その間にちょっとスカイプやってみますから。そうですね、ね、皆さんスカイプご存知ですかねなかなか名前はね、はい、割とあれですよ、はい、でもなんですけど私たちこのがん患者団体支援機構の理事が、まあ、10人ぐらい、ね、いますけども、実は全国にまたがっていますので、月に1回スカイプ会議というのをするんですよね。大変なんですよね、全国から、ね、また集まると交通費もかかってしまいますので、でスカイプをつないで会議を、スカイプ理事会をしてるんですよね。すごいかっこいいですよね、名前すごいですね、なかなかつながらなかった
して困るんですけど、今でに繋がらない方もなんか若干いる気もするんですけど、なんかね、ちょっと今日は絶対呼び出していまして、はい、まあ、アンディさんでよろしくお願いいたします。はい、はい、それじゃあちょっとお休みさせていただきます。はい。